上院で31日に開かれた公聴会で、ブリンケン国務長官がイスラエルとウクライナ支援を直ちに行うべきだと訴えている最中でした。傍聴席にいた一部の人が赤く染まった手のひらを掲げて抗議の意を示したほか、数人が突然立ち上がり、イスラエルとハマスの停戦などを求めて声を上げました。抗議したのは反戦や人権保護を求める団体のメンバーで、議会警察は公聴会を妨害したなどとして12人を逮捕しました。